大城カラカサタケは、ラタケかカラカサタケ属の菌類である。小実体は、食毒で摂取すると、嘔吐や下痢の激しい胃腸症状を引き起こす。食用キノコのカラカサタケに類似しており、北米では最も誤食が多い毒キノコとして知られる。傘は、色が白色ベージュ、大きさは、成菌で直径4から12インチ、陽菌は半球形。 成金になるにつれて平らになっていく。容金には茶色っぽい殻が付着しており、成金になるにつれて傘の外側から剥離されていく。ひだは蜜の覚醒で、容金で白く、成金で暗緑色になる。方子紋は緑色。柄は長さ4から10インチ。色は高褐色の繊維状で中身上部に可動性のツバを有し。 皮部は砂や泥が付着していて、被害している。大城からか笠竹の柄は、から笠竹に見られる褐色のささくれ模様がない。肉は白色の無味無臭で、傷をつけると赤変する。温帯・亜熱帯の湿潤気候に分布し、夏から秋にかけ、公園や庭園など人工的な環境に散る。悪いは群生する。本種は毒キノコで、近縁のから笠竹やから笠竹もどきと。 誤食死病院送りとなったケースが報告されている。毒成分は不明。症状は主に消化器系の症状であり、嘔吐、下痢、血圧低下、及び腺痛は多くの場合重度で接種後30分から3時間で発生。これらの中毒は重篤になる可能性があるが、死に至った報告例はない。ありがとうございます。